けで今回はね、今この手に持ってる鬼滅の刃デコフリアクリルキーホルダーを今回は開けていきたいと思います。というわけで今回は炭治郎と善逸と銀次郎と2つずつ買ってきたので、はい、開けていきたいと思います。はい、というわけでね、全8種類ということでコンプリートとか不可能なんですけど、どれもめちゃくちゃいい、どれもめちゃめちゃいいねシーンばっかのばっかなんで、はい、はい、楽しみですね。うん、ということでね、早速開けていきたいと思います。はい、主役の炭治郎から開けようか。炭治郎から、よ、いきます。見てください。こちら。何？炭治郎、刀をなんか見てほしい。ここどこだ？これが8種類あるの？そう、これこのね、中のね、絵が8種類あるの。じゃあ次リミも。じゃん。おー、いいじゃん。いいシーン、最後のシーンだね。うん、これがわかる。これね、奥行きを感じる二層印刷仕様どう奥行き感じるかな？になってね、そうで、手前がね、この縁を印刷してて、裏にこの炭治郎のねシーンのね、写真を印刷してると。あ、めっちゃいいね、かっこいいくない？というわけで次にね、はい、善逸行こうか。次に善逸行きたいと思います。善逸は開けやすい。こちらもね、うん、同じく二層印刷なんで楽しみですね。いきます。じゃん、あ、こんな感じで蝶屋敷にいる時の善逸ですね。あ、かわいいね、これも。次、リミ。じゃん。おー、出た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 。このシーン、また出たよ。え、このシーン、私好きなんだよね。無限列車。でも確かにちょっとなんか奥行き感があるよね。あるような感じもするよね。うん。この無限列車のシーン本当に好きなんだよね。うん、よくない？わかっちゃった。いい感じ。これ蝶屋敷でふわふわしてる時。ふわふわしてる。はい、じゃあ次。ラスト、ねずこ。ねずこがやっぱ一番人気があったね。もう最後の2個でした。最後の2個だった。うん、ねずこファンは多いね。ねずこ可愛いもんね。可愛いよね。だいたい開けるの。1個目にして。他の2個開けたよね。2個目にして。戸惑う。お、可愛い。あ、可愛い。横になってるね。あ、これはね、ゆしろうとたばよと一緒にいる時のだね。かわいいねずこ、めちゃめちゃかわいい。じゃあ私いきます。次いきます。あ、かわいい。ここのシーンめっちゃいいよね。人は守り助けるもの、助け合うもの、ね、あれだよ。え、めっちゃかわいくないこのねずこ。ほんとかわいいと思います。ほんとかわいい。こちらが出ました。はい、というわけでこんな感じに6種類が出ました。そうだね、またグッズが増えましたすごい嬉しいです ね、うん、飾らなきゃ、ね、飾らなきゃちゃんと、うん、あのケースに入れてもいいかもね、また あ確かに。セリーの6個のバッジ、うん、ケースに入れても良さそうだね、うんうん、というわけで今回はね、鬼滅の刃のデコフリーアクリルキーホルダーを開けてみました。はい、それではバイバーイ。